クニオです。2020年の6月11日、本日はえっ、ー、と球団結成日15周年という感じですね。えっ、ー、とせっかくですから、もちろん今日は球団を振り返る動画を撮っていこう、そんな風に思っております。ぜひえっ、ー、とクニオチャンネルの方、ハローのこういった話、結構も毎日のようにやっておりますので、お付き合いいただけそうでしたらチャンネル登録もお願いします。じゃあ早速いっちゃいましょう。 えっと急と振り返る上でやはりメンバー紹介簡単にしてみようと思いますね、えー、っと村上めぐみちゃん有原かんなちゃん梅田えりかちゃんこの辺はおそらく最近急登知って歴史を振り返る時におやおやと思ってる子たちもいるかもしれないんですけどまあ彼女たちというのはオリジナル比較的有原かんなは途中からってのはあるけどオリジナルところから初期の段階では重要だったメンバーであることは間違いないんです。 ですけれどもまあ15周年というのがあるので初期のところのお話少ししますけどほぼほぼ世の中的にもまあ僕の認知もそうですけどまあ最後5人のートというところが、えー、僕らの言うートで間違いないんじゃないかと思っているところがあります。で初期の頃は僕曲で言うと「桜ちらり」という曲があるんですけどこの辺の曲の時代間まで戻ってくれたら。 まあいわゆる初期第一期のキュートっていうのは完成形かなと思いますねで今日のトピック三つあるんですけど一つ目は、まあ、メンバー今の紹介つなげながらで、えー、と活動していた時代背景っていうのをざっくり振り返ってみようと思いますそれで2つ目は曲パフォーマンスの魅力これも三曲挙げて、えー、とどういった意味があったかというところを補足説明していきます それで3つ目えっ、ー、と旧都以前旧都後のハロプロについてというところですねこれもあのしっかり内容というのはあのまあ、僕なりの見方っていうところいちいちなんですけどついていくんですけどここ補足説明していきますそしてまあもちろんここの中で海外公演というの旧都もものすごくブレイクしていたし外国人気ものすごかったんでそこも背景簡単に説明していくというような感じの動画にしたいと思いますまあそんな長くならないようにしますよで。 えーとね、語り出すところはどうしてもなんですけどやっぱり抜けて抜けてというところになってしまうんで初期の曲聴きたかったらマッサラブルージーンズみんな有名ですよねマッサラブルージーンズあたりから振り返っていくというのが手なんですが思いとしてはショック以降やっぱり本人たちの残った5人の頑張りというところが響いたというのが理由になりますね。 キュートの時代背景をざっくり振り振返るとといううころに行きましょうお僕重要だったのは、うん、デビューの当時はベリーズ工房が絶対ライバルだったと思うんでベリーズ工房に対抗していこうっていう気持ちの中で対抗ちょっと違うかなベリーズ工房に追いつけ追い越せというようなキュートそしてその後で、えー、僕はスマイレージが出てきた時にキュートビビったと思うんですよそ,そこでスマイレージにも負けちゃいけないっていうふうに頑張ったキュート で後にその後ですね2011年12年を経て日本武道館公演パリ公演、まあ、メキシコ公演なんていうのにたどり着くんですけどそこで重要だったのはやっぱり日本武道館公演だと思いますでここも満員にしてもうどの公演も感動しましたけど、まあ、人が入ったから全てというわけではないけども要はホールコンサートとかもうーいわゆる空席の目立つという言い方になりますかね。 でこういう基準の中ではすごく苦労した時期が長かったキュートを見てきたもんだからもう後の V 字回復というか初の飛躍というかあれはもう今でも感動ですね。うんで時代背景やっぱ「ももクロ」とか出てくるんですけどその「ももクロ」のファンすらも取り込むような魅力そこまでいったのがキュートです。 もう最後二千十六年十七年の頃の急騰に僕は敵なしというふうに言わしめるぐらいまで行ったと思いますね。じゃあその時代背景最後のところにジュースジュースというのも現れ、えっ、ー、と僕はそこにバトンをつないでいくようなイメージがあったんですけども、そんな急騰の曲とパフォーマンスの魅力少し深掘りしていきましょう。三曲で表現したいと思っています。最初の頃の八人編成の時の曲というのを。 外しして3曲曲曲曲曲でで表現しますす、えー、重要な曲3曲1曲目ショックという曲ですねこの「ショック」という曲はあいわゆる5人と言いながら鈴木愛理のソロ曲と言えるような曲なんですけども最近つンくさんがフェイスブックで、えー、本人すごいこと言ってたんですけどビートルズを例えてポール・マッカートニーの「ーイエスタデー」これが「 作詞作曲「レノン・マッカートニー」というようなクレジットなんですけどまあほぼほぼポール・マッカートニーのソロなんですよ。でポール・マッカートニーのソロであることがビートルズの曲として出されているそれと同じで鈴木愛のソロであることがキュートとして出されていいだろうというような言い分ですね。ももうううううこここれれささすすがんんとといいようなな着眼点発想そして説明でけどを 織り込んでいくまりつんくクさんの楽曲っていうのもキュート優れた楽曲多かったんですけどねそれにしてもどうしても思い出が深い思い出深いそしてもうこの矢島真弓の本でも語られてますけどもターニングポイントとしてとても重要な曲だったという意味でショックを上げさせていただきましたでもう1曲2曲目ということになりますね「えー、ダンスでバコーン」ですね。もうこの曲はなぜかというとうう岡市里ちゃんねえもう どういうふうな話題になってるか今置いておいて岡市里ちゃんというのが踊ってみた動画というのはね、えー、当時いわゆる、うん、まあ YouTuber 的なこういうことではない僕みたいなパターンじゃない YouTuber 的なところでブレイクする人たちが多かった時代と言っていいと思います歌ってみた踊っててみみたた踊系ですねその中で自らセルフカバーですよそのセルフカバーのダンスで爆音バコンがバズるわけですよね。 このあの勇気のある行動そしてあのメンバーこのメンバー <laughs> 5人の中ではおかいちゃんがやるのが一番ハマったんだよねでそれを、まあ、やり見事に結果を残した、まあ、そしてあの時代先輩連中であったりハローのメンバーもちょっと頑張ってるきとここの曲勝負曲だなっていうところでラジオとかでもリクエストをすごく多かったのを覚えてます。でそういった意味でこの2曲目 もうこれは文句ないと思うんでダンスで爆音を選びました3曲目もうそのおかえちゃんでつないでいきます、えー、と鈴木愛理歌面歌唱面としてとても重要センター張れる子もうこれは証明してきましたその隣に行く子ここ重要だと思ったんですねもちろん前見も歌が下手ってわけじゃないしナッキーも歌いますマイマイはなかなかのマイマイ節だがもちろん彼女は可愛いいからいいんだ <laughs> そんな感じだったんですけども 僕はこの3曲目を挙げたいのは悲しきヘブンという曲ですねどうしてかというと鈴木アとををを張って歌を掛け合いでやれる実力を表現した、えー、そしてキュートというのはさまざまなスキルというのを試しながら後半の時は「死、えー、メ目じゃない」なんていうね素晴らしいアルバムもあるんですけどもそこに向かうようなあ、まあ、技術集団みたいになっていくんですけどその上で欠かせなかったのが鈴木愛理の隣に並ぶボーカリスト。 ここをなんとチッサーが手を挙げ、そしてこなし、えっと僕たちに感動を与えてくれるというそういう役割をやってくれました。まあこの3曲ではほぼほぼキュートというののヒストリーとは拾えるんじゃないのかななんて思っております。なので私の挙げるベスト3はショック、ダンスでバコーン、悲しきヘブンということでいかがでしょうか。<laughs> まあそんな感じですね。 なででこれで曲はここれ曲はパフォーマンスというところでは先ほど挙げました c メジャー9、まあ、その前のポールダンスえさまざまキュートというのは実験実験を重ねいちいちものにしていくというグループだったと思います。まあ、ダンスでいえばナッキーですね中島さきちゃんのアグレッシブと言っていいでしょうアグレッシブかつ、えー、とそこに対して後ろ向きにならないようにメンバーを引っ張るような心が潜んでいます。 ね、さっき言った「ショック」という頃を含めてですけどもメンバーの減っていく急屈の時に精神的に支えてきたのは僕はナッキーなんじゃないのかってそういう見方をしています、えー、そして矢島真弓はどういうふうに考えていたかというと、まあ、タフネスなところもちろん本人自身のパワーということ体力というところもあったんだろうけども、まあ、リーダーハロプロのリーダーになるわけですから、えー、とそういったナッキーの姿勢なんていうところを見た時には彼女にそのポジションを渡し で自分が出出ななきゃいけないけところは出る天然なんて言われ方はしていますけども僕は繭美というのは女性としても魅力があるしある種気づかない芸というのも結果かもしれないですけどねできていたいような気がしています、まあ、そこが初期の頃の、えー、と放課後のエッセンスなんていうところでは一歩最初にリードしたところでリーダー気質というのは彼女にあったんじゃないのかなというのも鮮明に覚えているそんな感じですねそして末っ子気質でしたマイマイ マイマイは初期の頃は、えー、と可愛くそして歌もちゃんとしてたんですよ <laughs>、ね、後半の方はなマイマイなりの冒険があったという,ような感覚です役割があっったとといいいいうに言っていいと思いますですでけれども彼女はダンスもそうですし、えー、と給湯の中でのポジションというのは常にあったで「みんなの末っ子」というところではいろんなグループの末っ子というのを見てきた気がするんですけどマイマイがピカイチに。 え光っていた末っ,子をやってていいたたをや僕はそんなシーンをたくさん見てきたような気がしますですのでキュートのパフォーマンス全て見てみると先ほどの「歌のおかえちゃん」っていうのもつながりますけども鈴木愛理の歌ダンスというところにまつわるような絵面で始まりながら全員にポジションがあってもう信じられないぐらいのバランス感の5人に仕上がった僕はそれがキュートだったと思っていますではそんなキュートが以前以後 ハロプロの中で現在どんな風に届いているかというのを最後にまとめてみましょう。えっ、ー、とこの3つ目。で「キュート」以前というのは、えー、とハロプロという歴史考えてみてももうモーニング娘、えー。太陽とシュスコムーンメロン記念日様々ですよね当然松浦綾ちゃん藤本美貴ちゃんなんていうのもそこにいます。で「キュート」の活動中にマノエリナちゃんなんていうのもソロデビューしてねマノ、まあま、ちゃんなんか今すごいですけどね。逃げ恥で踊ってててくれても スペインでね、えー、サッカー選手の神みさんをやってもなんかどの表情もねえともすればハロプロの中では一番の成功といってもいいような一番の成果を出して幸せをつかんでいるそんなまのちゃんが見れると言ってもいいような感じだと思います。ねでも彼女と同時期にもべきますなんて言ってましたけども給湯、えー、ももちろん同じ時期で輝いてきた子たちそれが見えたそんな時代だったと思ってますね。 で以前の中のさまざまなハローのクラシックと呼ばれる仲間たち直近ではベリーズ工房だと思いますでベリーズ工房に追いつけ追い越せで頑張りそういったようなあ僕はシーンも何個か見えましたまあ技術的人気的っていうのは置いておきましょうキュートとしての挑戦というものをある種あるタイミングで高いテンションで、えー、その時そのタイミングはベリーズ工房より、えー、高く飛んだなというような 僕はそういうシーンを見た気がします。まあ、ボーノなんていうのでね吸収したアイリーなんていうのも素敵でしたしあ,あの時代の2011年12年13年ぐらいのキュートなんていうのは忘れられないですね。まあ、どんなところだったかでたどり着いた女戦士ここも重要なタイミングだと思ってますそして武道館、えー、パリ公演メキシコ公演もう忘れられないですね。もう海外人気のところ少し補足しておきましょう。 キュートというののはどこの国でも大人気僕が見てきた海外公演のハロプロのコンサートの中では、まあ、モーニング娘。も熱狂的なんですけれどもキュートは一味違いましたうんもう少数精鋭でも確実にそこに愛の深いこの決まった魂の深い外国人というんですかねそこを見てきたのはキュートですね。 でそこのエッセンスうそういったところを継承しているのは僕はですので「キュート5」というところになるとうん例えば「椿ファクトリー」のようなグループが「拳椿」なんていうのはベリーズ工房、まあ、工房ファクトリーですからねそこをついてきたというとなんとなく椿ファクトリーがキュートなのじゃないかと思うような見方僕も少しありましたですけども意味合いがかなり違う結果としての意味合いになるんですけども。 そうすすると直のの妹分はジュースジュューーススであままり間違いないいなななかんてて思っていますで実際海外公演なんていうところではジュースジュースのこのあとメキシコでもフランスでも本人たちが告知してたんですけどジュースジュースが来年来るから応援してねみたいな、まあ、その年だったか秋口に来るからとかだったかな、ね、それでみんな一気に日本人と一緒ですねみんな真弓が言ったらみんな来ますっていう感じで。 そこら辺のバトンはしっかり継承されてるんじゃないかなと思っていますですので「えー、アフター・キュート」という言い方変ですけどね「ウィズ・キュート」にしましょうかちょっとこれも変ですけどえー、っとキュートと一緒に曲は今でも僕らの心に残っていますしそこというのにあまりハロプロの中で、えー、廃れるということは当然ありませんしかも思い出の中に刻まれているというところがビートルズみたいなもんですよね先ほどつんくさんが「イエスタデ d で言ったような 思い出の中に刻まれているキュート楽曲というのが鮮明にあの時のままにまあ僕たちの心に残っているで間違いないでしょうですので今のハロプロを語る上で研修生ハロドリなんかでもそうですし実力診断でもよくセレクトされます非常にレベルの高いそして教科書として間違いのないキュートというのが2020年の今僕らの目の前にあるそういった状況だと思っていますキュート結成15周年 ね簡単な道ではなかったことは僕は全時代を包括してみてもどのポイントでも言えるそんな気がしていますで頑張ってきたメンバー彼女たちがあー僕ら見てきたハローのファンにとっても誇りです、ね、最後ディナーショーを見てもそうでしたし愛梨、えー、なんていうのは今のソロ活動を見てもそうですし、まあ、もちろんマ恵ミも歌ってくれたり、えー、舞台「ラッキー」もそうですよねすごく輝いていると思います まあ前々も社長業頑張ってますしね。で、おかえちゃん、おかちゃんも待ってるぜ。もうあなたの実力は僕はよく知ってる。ね、この5人がもし15周年、うんまあ、16周年、17周年という記念するときに、えー、全員が幸せなあの時の顔の延長戦ということで、持ってきてくれるような感じ、僕は楽しみにしています。えー、改めて6月11日、結成日。 窮塔を振り返ってみて、えー、とあの子たちの僕は何て言うかな、笑顔とかやりきった感の顔かな、そういうのを浮かべる一日にしたいと思っております。皆さんも窮塔を振り返った時にそんなようなあ気持ちになれたら嬉しいなということをお届けしたくて、国尾チャンネル今日は窮塔を特集しました。またお会いできる日を楽しみにしています。良、えー、い夜を過ごしてください。じゃあね。